江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷民、なぜ我々はいちいち日本と比較するんですかね。知らないよ、隣だから。じゃあね、ちょっと聞いてみましょう。くーちゃんお願いします。なぜかいつも日本と比較して渓谷はまだまだ発展途上とか、このようなコメントが出てくるのか理解できない。日本が基準なの？何かの尺度になってるのか？渓谷と英国を比較するコメントはほとんどなく、渓谷とスペインを比較するコメントもなく、渓谷と C 国を比較するコメントもまず見かけない。なぜいちいち渓谷と日本を比較して渓谷はまだまだだ、奮起しなければならないと、まあこのようなコメントが出てくるのか理解できない。日本は渓谷が目標にしなければならない国家システムの最終完成形、国家の基準になる国とでもされてるかのようだ。そんな人たちは自分なりに日本に対する感情は脇に置いて、冷徹な分析と合理的な思考をすると勘違いしている、歪んだ形態の時代主義に染まった人たちだと思う。はい、という話題でした。それではですね、こちらに対して渓谷の反応行ってみたいと思います。はい、じゃあ1人目、こちら。率直に言って日本についていくとというマインドで経済成長してきたのもある程度事実であり、またすぐ隣にいるから比較するのは理解するけど、大体そういうやつは必ず日本だけに有利なソース W 持ってきて自虐理論を展開する。そう、まあまだ日本がリードしているのはわかるけど、差はそれほどではないのに必ず自己卑下に走る。自己卑下する人いるんだ。不思議と日本を持ち上げる人が多いですね。数多くの良い国を差し置いて有毒日本信者が多いのが笑わせる。わらわら。まあね、コメントの中にね、こう謙虚な人もたまにはいますけど、そういうスレッド、いやね、日本っていうスレッドを、日本っていうタイトルを、日本っていう言葉をスレッドのタイトルにすれば、まあ YouTube でもそうですよ。あれ、みんな見るんでしょ、どうせ。アクセス数稼げるからじゃないの。渓谷さんだって、もうね、反日教育がすごいからさ。日本に対して歯と目を剥き出して、まあ剥き出しても、あんまり開いたように見えないけど。そんで見るんでしょ、違うのかな。隣の近い国の中で比較できる国が日本だからそうするんだと思います。 C 国と比較するにはちょっと無理があるからです。 C 国をスルーするのではなく、 C 国は良い地域とそうでない地域の格差がある。無視しようにも持ち上げようにも体制も違いすぎるしね。日本がそれでも先進国であり、実際に公衆道徳などは日本がとてもうまくやってる時は追随したが、今は私たちもたくさん成長した。日本のようになろうとして後退した面もあるし、それでも日本がまだ進んでおり、技術やこのような部分は従わなければならないべき部分が多いから比較するのでしょう。日本は欧州や米国から習ってきたし、私たちはわざわざ遠くへ行くこともなく、日本へちょっと行けば習えたからでしょう。私たちが不足してる部分を必ず日本と比較しなければわからないんですか？私たちが足りない部分は必ず日本をモデルにして模範としなければならないんですか？私たちの不足してる部分は私たちが自覚し、私たちが足りない部分も結局は我々の能力で発展させればいいです。渓谷は日本がなければ自分たちの現在のポジションも把握できないような嘲笑を買うほど言動が身に余る国家、市民でもないのに、なぜあえて比較をしているのか理解できない。なぜ日本を比較対象とするのかというなら、ただ日本もまた先進国になって長く、言ってみれば、日本から学べることが多いねと思うけど、そのままで終わらせる人が多いだけなのです。あるね。私はよくわかりませんが、先民思想がある方は日本と比較をして渓谷を下げている方々と、それに拒否反応を起こしている方たち、2つの部類だと私は思います。あるね。旅行行って帰ってくると、ああ旅行良かったね、また行こうねって言うけど、1ヶ月経つと、あもういいやってなっちゃう。日本の真似して放射能も食べようと言いそうで怖い。
日本はアジアで一番豊かな国というタイトルもあり、だからアジアの方では日本に追いついて、その後に本格的に欧米諸国と競争しなければならない、なんかこのような暗黙的な社会的プレッシャー、そのようなものがあるからじゃないですか。日本があまりにも多様な分野で導入の経路であり依存的だったからです。アジア唯一の先進国だし近いから、こんなのは正直に言い訳です。学ぶことが多い、認めることは認めるという発言自体が単純な先進後進観念をすでに受け入れているということ。このような考え方では日本を克服できない、もっと依存するだけです。あ、そう、うん、じゃあいいよ斜め上行っちゃえよはい、じゃあですね、チャットの反応いきたいと思います。まあ見ても欲しくもないんだけどさ、じゃあ比較しなければ穏やかになれるぞ。比較しないと判断できないから。そう、ベンチマークね、ベンチマーキングね。まさにその通り。そしてしょぼーんとなるまでがゲホ。お前らがいちいち引き合いに出すからだろ。あんまりにも国内事情が悲惨だからじゃないか、鼻ほじ。その通りだよ、日本人がそう思ってるよ。比較しなきゃ幸せですよ、わら。いや、お前らが日本見て経が発展途上なんか言わんだろ。逆はよく聞くが、感情を脇に置く、もろ出しと勘違いしてるにだ。お前らがいちいち日本と比較するから、アメリカ人が日本とには似てるよね、なんて言うんだぞ。いい迷惑だぜ。テストの時、隣の席の答案見て自分の空白の多さに愕然とするみたいな。あのなあ、お前らに勝手に引き合いに出されてこっちは迷惑してるんよ、わかる。無条件愛国酒に酔っ払ってる人たちがいれば、それを叩きたい人もいる。慶国さん、日本けなすすぎて他国から笑われてるの知ってる？コンプレックスが強いから、日本を下に見たいから。アルプスが何なのか理解できず汚染水言うてた民が何だって？独創性とか創造性と妄想や願望は違うって気づけば比べなくなるんじゃね？慶コメント見て日本こけしてるのはあるが、お前らヒゲしてる部分ねえじゃん。その習おうとしてた福沢諭吉の弟子コロコロしたんどこの国の人か知ってる？宗主国様には絡むのが怖いって言いなよ、わら。そんなプレッシャーから解放されれば、明日にでも思う存分国家デフォルトできるぞ、かっこ笑い。日本は明治の発展途上の段階でもトヨタ自動織機がイギリスに技術供与してたりしてたんだぞ。君たち与える技術あるんか？掛け声だけは大きいんだけどね。むん、日本に二度と負けない国になるには名言ですなーから。はい、ということでね、それではですね、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたら、こちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひこちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価、コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方は、チャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。